みんなーやっほー、越後やー時野だよー。はい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 、みんなお待ちかね、おれのどぐろ。あ、のどぐろさん、なんだか当たり前のように時野の動画に乱入してくるようになりましたね。時野、ゲームしようぜ。うわ、近所の小学生のテンションだ。でもなー、のどぐろさんが提案してくるゲームってちょっとブラックなんですよね。時のもっと果物をいっぱい集めるとか、釣りをするとか、無邪気にかけっことか、そういう平和なゲームをやりたいんですよね。あのね、そういう生ぬるいことを言ってたら、この VTuber は戦国時代に生きていけないわけ。そこらへん分かってる？言い返せない自分が悔しいです。で、今回やるゲームなんだけど、ちょっとこれ読んでみてくれる？これ Keep Talking and Nobody Explodes って英語合ってます？これってどんなゲームなんですか？あ、大丈夫大丈夫、制限時間内に爆弾を解除すればいいだけだから。だけ？制限時間内に爆弾解除できなかったらどうなるんですか？大丈夫大丈夫、ちょっと爆発するだけだから。だけ？爆発したらのどぐろさん責任取ってこれますか？いや、俺責任取らない方なんだわ。うわー、キャラを裏切らない無責任のどぐろですね。じゃあこれ読んで。わかりました。 Keep Talking and Nobody Explodes は2人以上で協力して爆弾を解除するゲームです。処理担当者は分析担当者の指示を頼りに爆弾を解除する。分析担当者はマニュアルを見て処理担当者に指示する。処理担当者はマニュアルを見てはいけない。分析担当者はゲームの画面を見てはいけないということなんですけど、さあ、トキナが処理担当者で、のどぐろさんが分析担当者？ってことは、トキナはのどぐろさんの言う通りに操作すればいいってことですね。出る気がしてきました。いや、お前がその爆弾にいくつかついてる装置のことをモジュールって言うんだけれど、そのモジュールの特徴をちゃんと教えてくれないと俺指示できないからな。なんと、トキナとのどぐろさん、初めての共同作業ですね。いや、ケーキカップみたいに言うなし。切るのはケーキじゃなくて爆弾のワイヤーな。聞いてた？おい、うまいこと言ったな。じゃあ早速やってみますか。お前さ、やっぱりマイペースだよな。のどぐろちゃん、おう、なんか今机の上にマニュアルと爆弾とメニューがあるんだけど、うん、どうしたらいいんだこれ。爆弾見たらいいのかな。じゃあ、ああ、いきます。うん、最初の爆弾、誰もが最初は初心者だった熟練者になれるかどうかは君次第だ。分析担当者のマニュアルの用意を忘れるな。スタートします。ああ、スタート。うん、これなんかわかんないね、全然合ってるかな。見た目とか色とかがわかれば。オッケー、まだね、あの黒い画面。黒い。今ロード中。オッケー。あ、物物しい音楽流れてる。うん。あ、なんだ、なんだ。もう、あ、やばい。なになに？どうするの？マニュアルどこ？マニュアル、俺だって。マニュアル。そうだそうだ。そうだ。俺だよ。あのね。線がね、白い線、黒い線、白い線がある。あのね、マニュアルちなみに白黒だからな。あの形を教えてほしい。形はあれだよ、一般的な爆弾の形をしていて。うん。え、何を伝えればいい？白い線、数字とか書いてある？数字書いてない。あー、メモリーもない。あ、なんだ、あとね、なんかボタン、上から下にこう線がある、ワイヤーがあるみたいな。ワイヤーはある。ワイヤーがある？ワイヤー、ワイヤーがね、あ、うん、ワイヤーが白いワイヤー、黒いワイヤー、白いワイヤーっていう風に3本あります。待って、真ん中に、爆弾の真ん中に。これじゃないか、これじゃない。爆弾の左下に、うん、なんかあのキーボードのやつみたいのがね、4個ある、押すとこ。
押すとこキーボードみたいな、なんか丸 C って書いてあるのと、うん、なんかチリチリみたいのと、あと右下に長押しって書いてある赤いボタンがある。長押し赤いボタン、爆弾の隣に19時41分って書いてある。19時41分、これ今の時間かな、もしかしてこれ何するのかわかんないよ。え、ちょっと待ってくれ、何のコード切ったらいい？え、まだ。え、そういう段階じゃない？あ、あとなんか、その、キーパッドみたいなの、あのなんか、あの、国の言葉、何か。国の言葉？なんか、国の言葉っていうか、アラビア文字見て、あるある。丸Cって書いてあるのと、うん、横になんかひょんよーんみたいな、ひょんよーんみたいなのがあって、うん、丸 C の下はね、なんかくるんってしてて、一番右下はね、入るっていう漢字に似てる。入る。おーおーおーおお、うん。これは順番は、うん、丸 C、うん、で、これはなんだ？時計回りで？ひょにょんってやつ？ひょにょんじゃなくて、うん、次にこうゆるいダブルみたいな。いや、ゆるいダブルはね、丸 C の下にある。え？これ順番に押すやつじゃないのか？押すの？街灯の列から上に順番にキーを押すって書いてあるから。押すね、じゃあ。おう。丸 C の次に？丸 C の次に、このゆるいダブル。ゆるいダブル、その次は？は、ひょろんで。ひょろん。ひょろん。で、はい、次に、なんだこれは、X？ あー、入るって文字みたいなやつでしょ？違う、違う、それじゃない。え？それしかないよ、もう。え？それしかない？それしかないよ。じゃあ、入るって文字押してみ。押した。なんか緑色に光った。オッケーだ。あ、これでできたの？できた。こう。でもさ、時計どんどん進んでるよ。だから、3個だからあと2つや。あ、そういうことか。次どれ？次は、ね、ほら、一般的なさ、うん、一般的な爆弾についてるさ、コードがさ。トリは一般的な爆弾を知ってるの？わかんない。白いコードが一番上についてて、二番目に黒いコードがついてて、で、一番下にまた白いコードがついてます。ん？上にコード、下にコード？うんうん。トダクロさん！もうあと1分くらいになっちゃうよ！助けてー！助けて！二本目、赤いワイヤーがなかったら二本目のワイヤーを切る。黒ね、オッケー。おう。切った？オッケー。あと、あとなんだ？あと、ボタン長押ししていい？いいよ、どれ？うん。なんか長押しって書いてある。なにこれ？なにこれ？なんか怒られる。ダメなんだろうな。なに？長押ししてるんだけど、今。なんか長押ししてるんだけどさ、ステージ3の場合は、うん、長押し、あーなんかダメだったなんで、何がダメだったの？最後は分からない。爆発要因はね、ボタンだって。3個目だな、きっとな。長押しのさ、やり方がダメだったのかな。なんかさ、右下にボタンがあって、赤い丸いボタンがあって、長押しって書いてあるの、そのボタンに。だから長押しするのかなと思って長押ししたんだけども。あ、これか。ボタンが赤くてかつ長押しと書かれてる場合、それボタンを押してすぐに離す。なぬで、ボタン離すタイミングいろいろあるらしい。え、もう一回やる？もう一回やるか次はもっとこう分かりやすく。オッケー。これ白黒だからな、これ。あ、そう、なるほどね。赤とか言ってもダメなわけ。あ、最終的に色も、なんかいろんなパターンがあるから、教えてほしいんだけど、その、形状が知りたい、まず。その、モジュールの。まず、始まってる？うん、もう始まってる。なんでそんな冷静なんだよ。時計の、時限爆弾の、ほら、時計の上に、うん、キーボードみたいのがあって、はい、ゆるい W みたいのが、左上にあって、うん、で、隣に、C が逆になってるのの、数字な、ゆるい W みたいなの、C が逆になってるやつの真ん中に点ってなってるやつで、さっきのゆるい W か。そう、さっきのゆるい W と同じ W ね。同じ W で、その右が、その C が逆になってるのに、うん、点がついてるやつ。これ、ほう。で、その下が、英語の Q に似てるやつで、で、
W みたいなの下が星マーク。W みたいなのが星マーク。W みたいののマークの下が星。星。左下が星。わかった。うん、じゃあ、うん、Q みたいなやつ押して、うん、C の反対を押して、うん、星を押そう。星を押した。違うって言われた。なんで？違うって言われた。でもなんかね、Q の後の丸 C、あ、C みたいの合ってたみたい。あ、C で真ん中に。あ、C みたいなやつの真ん中に点があるやつの次が、うん、W?なる？あ、じゃあダブル押してみる？いけた。あ、オッケー。じゃあ残り星しかないから星を星、うん。いけた。出ました。オッケー。オッケー。で、次コードいきます。コード、はい。右上にコードがあって、さっきのコードと一緒？そう、あの一般的な爆弾についてるコードね、3本コードがあって、はい、一番上についてるのが青いコード、その2個下についてるのが白いコード。コード、あ、これは青いコード。うん、3本あって、3本で赤いワイヤーがなければ2本目のワイヤー切る。あ、じゃあ白ね。あ、2番目切るね。オッケー。切った。オッケー。オッケー。最後はボタンにね、あの被爆って書いてある。被爆？ちょっと待って。うん、被爆って書いてある白いボタンがついてる。あった。起きるに爆発。被爆あった。被爆と書いてる場合は、うんうん、ボタンを押してすぐに離す。オッケー。それだけでいい？はい。ダメだって。なんで？ダメだって。なんでこれさ、あれじゃない？一番最初のやつこんなにさ、苦労してる人いるのかな。じゃあリトライいきますよ。オッケー、スタート。はい。お、出た。オッケー。ですね、はい、キーボードからいくね。左上からいきます。はい。イモムシみたいなやつ、イモムシの隣が、うん、英語の C の真ん中に点があるやつ。オッケー、はい。そしたら、うん、C に点があるやつ、うん、音楽に。違って、もう違う。だって最後まで聞いてじゃん。左下のマークがスマイルマークみたいな顔に、スマイルマークが舌を出してるようなやつ。スマイル先だ。嘘じゃん。スマイルね。スマイル先、 C、 うん、C で音符。音符。イモムシ。イモムシ。いたー。よっしゃー。じゃあ次はコードに行きますよ。コード、オッケー。コードはね、5本あります。赤いワイヤー1本。うん、赤いワイヤー1本しかない。かつ黄色いワイヤーが1本より多い？うん、黄色いワイヤー2本ある。じゃあ、うん、最初のワイヤーを切る。あー、いけた！よし！ねえ、あとさ、鬼門のボタンですね。あー。ボタンはね、長押しって書いてある黄色いボタン。うん。黄色い場合、カウントダウンタイマーに5が表示されてる時に離す。OK、うん。離す？離す。じゃあ最初押してるってこと？押してる。もう押したよ。じゃあ 5秒の時に離してみ。7、6。お、え、ダメって言われたんだけど。これ本当の5秒じゃないとダメなんじゃない？ちょっと待ってね。お、8、7、6、お、え、なんで、なんで、なんでよ、なんで、おかしいじゃない。5の時話しましたよ。あ、違う、ボタンが黄色ければボタンを長押ししたままで、ボタンを離すタイミングを参照で、離す時に5が表示されてる時に離す、だから合ってるはずだ。5の時に話したよ。プレイだろ、どちらのプレイが悪い。違うよ、5の時話したよ。5の時話した。これ悪くない。え、リアルの5じゃない？本当に今さ、あの2分5秒くらいの残りの時に話したんだけど、うん、本当の5秒の時じゃないとダメなんだよ、もしかして。でもさ、そしたら2分間待たなきゃいけないってことになるけど。いや、怖いな。じゃあ、行きますね。よっしゃ、来い。リトライ。うん。じゃあ、何がダメなんだろうね。わかんねえ。わかんないね。ちゃんとやってるよね。あ、来た。じゃあ、またキーボードからやります。左上が C の逆に真ん中に点がついてるやつ、その隣が英語の Q みたいなやつ、大文字の、その下、英語の A みたいなやつ。わかった。お、 A、Q、A、 宇宙人、C、 宇宙人、C。 あー、いけた。次はコードが1,2,3,4,5,6 本あります。ただコードが6本あって、一番最後が黄色。黄色は1本。黄色はね、4本。赤が2本。赤が2本。うん。え、そうでない場合、4本目のワイヤーを切る。切るよ。うん。あ、いけた。オッケー、次。次はね、ボタンに押すしか書いてない。押す。ボタンの色は黄色。黄色。ボタンが黄色ければ、ボタンを押したままで、ボタンを押すタイミング、うん、さっきと同じ5秒前。嘘でしょ。じ
じゃあさ、あとさ2分40秒待たなきゃいけないよ。これ、うん、ボタンを押してる間モジュールの右側さっき光ってたか？見てない。でモジュールの右側が光るからその色によってボタンを離して良いタイミングが決まってると。とりあえず押してみる。じゃあとりあえず押す。いいんだね。押すよ。のどぐろさんの責任のもと押すよ。え、待って待って、うん、押すよ、うん、え、黒いよ。黒い場合、うん、この時の色だから、うん、カウントダウンタイマーが1の時に離す。え、これ離したっていいのかな。1、ガチの1にする？ガチの1とガチじゃない1どっちにする？じゃあガチの1にしよう。ダメな気がしない？ダメな気がするよね。右側は何色？黒いなんかこれ違うじゃない。話すよ。うん。あー、待って1秒過ぎた。そもそも1秒過ぎじゃん。のどぐろさん。なんだよ。これ1の1なんですよ。うん。初心者のやつなんで。うん。さすがにリトライしましょうか。しょうがねえな。押すよ。お、来た。来たよ。うん。キーボードから行きます。左上が、ひよこみたいな顔したやつ。その隣が、C が逆になってるのの真ん中に点。その下が、星。とすみたいな。あ、わかった。よし。よし、ひよこ。ひよこ。C。C。星。星。H。H。来たー。続きましては、コードは、1、2、3、4、5本あります。5本。では、黒、あるか？黒ある。最後が黒。なんか CL ナンバーとかある？あ、待って、なんかさ、あるかもしれない。ある？なんかさ、うん。え？あ、CL ナンバーあった。今更ながら。その数字、奇数。うん、I02MC5 って書いてある。5? 最後が 5。じゃあ、4本目のワイヤーを切る。切るよ。うん。行くよ。うん。あ、いけたー。OK。わかったー。じゃあ、ラスト。長押しって書いてある白いボタン。長押しと書かれた白いボタン。これで5回くらい爆発してるからね。押していい？押していい。押すよ。モジュールの右側の色を教えてほしい。離さない方がいい？離さない。白。白。白くなった。白い場合は、カウントダウンタイマーが1に表示されてる時に離す。今さ、2分46秒なんだけどさ。うん。2分4、じゃあ31でいい？いいよ。38、37、36、35、34、33、32、31! あ、いけたー！よっしゃ！ようやく1の1がゴールできた。だってシリアルナンバーの存在を今知ったんだけど。はぁ、ようやくできましたな。のどぐろさんありがとうございました。ということで、二人の共同作業は、なかなかに難航したんですが、まあ、頑張りました。のどぐろさん、いい人でした。ありがとうございました。でも、やっぱりあれですね、トキナの心臓持たないので、もうちょっと平和なゲームもやってみたいですね。チャンネル登録よろしくね。グッドボタンも忘れずに。